さて今日は敬老の日です。定期的にボウリング場に通っているという元気な90代の高齢者に健康の秘訣を伺いました。日本ボウリング場協会では定期的にプレーを楽しむ高齢者をご長寿ボーラー番付として毎年発表しています。ボウリング場自体は減少していく一方で、番付に掲載される人はこの10年で倍増しています。今年県内の高齢者は合わせて143人が番付に乗りました。このうち最高齢は男性が前橋市の小林与一郎さん95歳、女性がやはり前橋市の塩沢博子さん93歳です。小林さんは20代の頃に友人に誘われ初めてボウリング場を訪れました。最初は思うようにスコアが出なかったものの、友人と競うように練習を重ねるうちに魅力を感じるようになったといいます。一方の塩沢さんは仕事を退職後の60代から新たな趣味を探していたところ、ボウリングと出会い、県内外の大会にも出場するようになりました。現在も週に1回程度プレーを楽しんでいるということです。皆さんと触れ合うことですね。で、皆さんが親切にしてくださるんで、ボールを重いのを運んでくれたりしまってくれたりするんですよ。だからおかげさまで長く続けられてます。2人はともにボーリングを通じて交友関係も広げています。そして今後もプレーを通じて健康づくりに努めたいと話しています。なんかボーリングそのものが好きなんかもしれないねよくわかんないんだけど、でやっぱり仲間がいるからね、やっぱり仲間に会いに来るっていうか、そんなふうなことも大いにあると思う。ずっと長くさ友達でいられるからいいんじゃないかな。